アイドリッシュセブンセカンドビート第12話波紋見ていきたいと思います。さすがに心配しかないんだよな今回。前回がその第11話のこの守りたい場所っていうのがあって、まああの落書きがあって、まあその中でもあのアイドリッシュセブンのライブがあって、でそこであの一回そのセンターがイオリとリクがこう変わるっていうのがあったんだけど、またリクに戻りますって言って、であのリスタートポイントすごい良かったんだ、すごい良かったんだけど、その後なんだよ。やっぱそのハルキが曲の提供っていうかね、そういうのをやってるから、おいこれはどういうことなんだみたいな、その世間の声がありみたいな感じでってなったら、終わり際にナギが広報マネージャー、特別広報マネージャーだったかな。まあでもそれはやっぱナギの中でこのハルキの曲をあの持ってきたのは僕だからっていうのがあって、っていうのがどういう風になるんだろうかね。じゃあ楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやーでもさー心配なんだわマジで。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。 3,2,1 スタート。いやマジナギがどういう風に出るかが分かんねえんだよな。なんで一人だけなんだとか言われたら終わるくない？そんな喋り方できんのかよ。おい、普段の喋り方どうした？やろうと思えば、そういう真面目な感じの喋り方できるんだな。まあでもやっぱ、ナギも分かってんだろうな。ここは、なんか普段通りじゃなくて、やっぱちゃんとした方がいいみたいな感じの喋り方なんだろうな。毎回ちゃんとね、水面を見てんだけどね、衣装、ちょっと違ったな。ちょっと違ったぞ。最終回見てからやるか。いやー、でもやっぱ突っ込まれるんじゃないの？なんであなた一人なんですか？つって。他のメンバーの、なんか、言葉とかはないんですか？みたいな。多分突っ込んできそう。マスコミってそういうもんだろ。オープニングいいよな。好きだ。いやでもこの後よ、こっからよ、始まってからやないよ問題は。本編開始。おいら、やっ
ぱそうなるよね。こっちにもいた。みんな目が。こっけーかっけーおー、すげー。お、落書き書いたやつじゃねえか。誰や。かっけ。誰や。いい。いや、お前たちはやばいんじゃないか。目立つ。あ、でもみんなゼロってわかるんだろ。わざとこの格好で来たんか。じゃあえ、ホークっぽくない顔。ホークっぽくない？ホークっぽくない？本物を見たことある人間の証言だ。で、消えるんだろうな。
危ない。いや、これやべえじゃん。警察やろ。あら、トリガーやん。かっけえ、かっけえ。なんかやんの？なんかやんの？えい。
あ、一人曲や。アカペラバージョン。えぐっ。これで終わん。えぐっ。ラストディメンショントリガー。え？あ？また。ふにゃふにゃしてんな。マジでかっけえわ。イオリなんだよな。おう。
いいね。マネージャー陣が揃ってる。いいね。いいね。未成年だった。えらい。いいね。今のすげえいいな。よしみさん、こまじ別人よ。愛ちゃん、愛ちゃん、エサで釣ったな。OK, girl. かっきよな、やっぱリバー。ラストディメンション。そう、ラストディメンションだ。俺が知ってたの。ムビナナで流れとらんやろ。いいね。まだある。まだある。
千葉静夫でしょ。は？外儀式なんかあの感じ言ったくせえな、玉木の顔これなんか言ったくせえぞ。いや、なんか言ってるよな。なんか、そうちゃん、なんであやのことすぐ言ってくれなかったんだよ、みたいな感じのことを言ってそうな顔だもん。千葉静夫、二階堂大和。可愛い息子っつったろ。そう言われてみたら髪の毛の色一緒なんだよ。いやマジか。あーでもきちんとナギがこう説明してくれたけど、やっぱこれ何回見ても報復じゃねえか。ここじゃないな。この頬のこけ方は報復じゃないか。だと思うんだよな。6分40秒ぐらい、6分30秒ぐらいか、6分30秒ぐらいだと思うぞ。この色の白さっつうか、声も若干なんか多分あれあったろ、なんか曲を返せみたいなこと言ったじゃん。違うな。やっぱこれ津田健じゃん、声が。ホークやろ。ホークやろ。だと思うけどな。でもそしたらこのさ、5周年記念のゼロの曲を歌ったら、ゼロアリーナは大惨事に見舞われる。これもホークなのかな。としか言いようがつかねえんだよな。じゃないと無理くね。一番ゼロに関わってきたっつったら、なんか多分そんな感じの印象があるけど、これやっぱトリガーってかっこいいよな。トリガーかっこいいわ。すっげえマスコミに対して真正面からちゃんと向き合って発言して、かっこいいわートリガー。でそう、俺が知ってる曲はラストディメンションだった。ムビナナを見たときに、なんか唯一トリガーの一曲だけ知ってるって言ったやつはラストディメンションだった。これだ。アカペラバージョンだったから、今回はアカペラバージョンっていうか、なんかオーケストラバージョンっていうか、なんかあのなんかすげえやつだったから、あれだったけど、俺これアニクラで聞いたことあって、オタゲを打ったもんな。オタゲした記憶があるもん。かっこよって思って。で、あと個人的にすげえ好きだったのが、この3社のマネージャー陣が集まる。ああいいね、好きだね。ここはすごい好きだよ。超好き、マネージャー集まる。そしてあと吉見さんのこのよし、世間がね、こうちょっとずつこう変わっていく相手のを見たり聞いたりしてさ、こうちっちゃくよし、いいね。よし、いいね。であと
と愛ちゃんだよ。愛ちゃんの頑張ってアイドリッシュセブンで、あとあれだったな、音春が結びって言ってたけど、お母さんもなんか関係するのかな。まあさすがに考えすぎか。でもそういえばなんだよね、確かにまだヤマトの話がっていうのはあるからな。ナギすげえな。どうしよう、あと3話だよ、早いな。やだ、終わないでほしい。やだ、終わないでよ。すげえ、あと3話しかねえんだ。まあでもまだこの後に、もう一回あれなんだ。ビブラート。ビブラートの2本あって、その後にサードビートがあるから。サードビート何話なんだ？サードビート30話もあんじゃん。多いな。まあ、でもなんかどうやらここであのズールが登場するっていうことらしいからね。楽しみだな。30話もあんだな。急に増えたのがすごい。ああ、よかった。ナギすげえ、やっぱ。ああ、いい話だった。あ、そう、おめでとう。で、次だよ。次の13、14、15話に関しては、これを3話一気に見る生配信をしようかなと思っています。いつだっけな？次の、だから、火曜か、金曜の夜か、どっちか。いつ投稿するんだっけ、24かな。14でしょ。17でしょ。21か24のどっちかの夜だ。わかんねえや。多分後でちゃんと確認してコメント欄に書いておきます。その時になったらまた。よろしくお願いします。俺仕事だっけ。あ、24だったら無理かもな。24だったら無理かも。そしたらちょっとずれるけど、どっかでやろうかなっていう感じ。どっかでやります、ずれるけど。あー、よかった。ナギかっこよすぎ。すごいよかった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アイドリッシュセブンセカンドビート第12話、波紋でした。ありがとうございました。